英仏横浜駐屯軍とは、幕末から明治維新にかけて、上位派から横浜の居留地を防衛することを名目として、横浜の山手に駐屯したイギリス・フランスの軍隊。安政6年の横浜開港以来、上位派による外国人襲撃事件が横浜及びその周辺で多発していたが、江戸幕府は法整備が行われていないこともあり、 近代警察の整備が行われておらず、これを取り締まることができなかった。文久2年5月29日、イギリス公使館の警護に当たっていた松本藩士が、代理公使のジョン・ニールを暗殺しようとした者の,の護衛の兵士に発見され、兵二人を殺害し自らも負傷し自害するという第二次、東前でラ事件が起きた。ニール代理大使は、横浜停泊中の軍艦から、警備兵を増加させ、 東インドシナ艦隊司令官、ジェームズ・ホープに援助を要請し、ジョン・ラッセル外相には、幕府の態度が極めて冷淡で公使館の安全に、何ら保証を与えなかったことを報告。英国政府は態度を硬化させ、幕府が公使館を退去させ鎖国の復活を望んでいるのではと推測し、警備の任に当たった大名の処罰公使館の、武装遺族扶助料1万ポンドを要求した。一方、 ホープは部下を派遣し、日本の沿岸封鎖と江戸の砲台を攻撃する案を立てた。しかし強行手段が具体化する前の文久2年8月21日に、生麦事件が発生し、横浜巨流の外国人は激行した。これまでも、巨流地襲撃の風雪は、幾度もルフされてきたが、10月にルフされた風雪は、浪人1230人が巨流地を襲撃するというもので、 同様は極地に達し戦争寸前の様相を呈した。ニールは幕府に対し、英国人の生命と財産を保護するに至る兵を派遣するという保証書を即刻提出する。さもなくば、外国の兵隊と軍艦、上海の英国陸海軍の援助を求めると通告した。11月にも、老子の一団があらゆる外国の主要関係を殺害すると伝えられ、居留民は、 義勇隊を結成し、防衛体制を整えたが、これも虚偽であった。風雪は一旦収まったが、翌文旧三年二月に英国艦隊の横浜入港に伴い上位派による居留地襲撃の風雪が再燃した。三月十六日に神奈川奉行が市民に対し避難命令を出し、住民の四分の三が家財を運んで避難し、十八日には居留地で働いていた。 日本人の総脱出が行われた。外国居留民の召使いなども横浜を立ち退きつつある状況に、フランスの艦隊司令官バンジャマン・ジョレスは、日本住民の横浜撤退を戦争の開始と考えると幕府を脅かした。幕府は反対派を恐れて、東全寺事件も生麦事件も賠償を確約できず、英仏両公使並びに、帝徳の前に無力を露呈した。 3月21日にニールは、自国民が、居留地に有する動産、不動産、商品の総額を幕府に通知し、最悪の事態に備えるに至り、幕府も4月6日に、ニールに、なおその方においても注意される段はあえて拒むところに、あらざるなりと、返書し、居留地防衛権を承認するのやむなきに至った。同年5月18日に幕府との間で正式に、 文書を交わした両国は6月以後山手に軍隊の駐屯を開始した。しかし上位派の勢力は衰えず、9月2日は井戸ヶ谷事件でフランス陸軍のカミュー少尉が老子3名に襲撃されて死亡。風雪も引き続き多数の老人の居留地攻撃に関する報道が行われない人手ないほどであった。現時元年10月22日には鎌倉事件でイギリス人、 地下2名が老子により殺害される事件が起きた。一時イギリス軍は1200名、フランス軍は300名に達し、その兵舎などの設営、補修は江戸幕府及び明治政府の負担とされた。中流兵力は東洋情勢の変化に伴った増減を繰り返し、中流軍のプレゼンスが日本政府に圧力を加えるほか、アヘン戦争だけでなく、 日本国内で行われた下関事件や撮影、戦争等に派兵を行ったり、不足の兵力を補うために停泊艦船から陸戦隊が上陸するなどの対応を取った。文久2年3月には米国が海軍、物置所持所の借用の内落を得ている。明治政府成立後に日本政府は法整備を進め、さらにイギリスやフランス、 ドイツなどの協力を受けて近代軍隊や警察の整備を進め、上位派もその存在自体がなくなったため、外国軍隊の中屯を日本の国家主権を犯す者として撤退を要求。明治4年にイギリス軍が中屯軍の大幅削減に応じ、やがて明治8年3月2日に両軍の全面撤退が完了した。中流軍の存在は日本の主権に対する、 危機的状況をもたらした一方、幕末、維新期の西洋式軍政の導入に影響を与えるとともに、居留地の発展を促して、西洋文明の紹介にも寄与することになった。特に、イギリス軍は、久保田陳将の率いる神奈川武行の軍に対して、英式平成の練習や共同演習を行った。その他、軍楽隊の交換演奏会などの交流も行われた。 ありがとうございます。